駅周辺を写した航空写真。画像中央がニュープ駅、左下方向がビフカ駅方面、右上方向が北見江差市駅方面。1977年度撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成ニュープ駅は北海道中川郡ビフカ町アザニュープにあった日本国有鉄道三行線の駅である。 三行きの廃線に伴い1985年9月17日に廃駅となった。地名より、アイヌ語のニュープに由来するが諸説あり、さらしな現像は森林がある川の井であるとしている。国鉄北海道総局が発行した北海道駅名の起源にはペンケニュープからとされている。廃止時点で島式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは 線路の北東側に存在した。列車の発着に使用する駅舎側の一番線だけではなく、駅舎と反対側の乗り場の線路も付設され側線扱いとなっていた。二線はホームの先で収束し、路線延長時には列車交換が可能な構造となっていた。他に二番線の外側に貨物用の側線を一本有した職員配置駅となっており、 木造プレハブ作りの駅舎が存在した。駅舎は校内の南東側に位置し、ホーム南側を結んだ校内踏切で連絡した。1981年時点で職員は合計6人が配置されていた。また、1980年時点では駅裏に日本鉄道建設公団の線路付設基地が置かれており、校内にはレールや枕木が積まれていた。 1998年より、ビフカ町の NPO 法人トロッコ王国ビフカの施設として使われている。2000年時点で、駅舎はすでに撤去されているが、2010年時点で、ホームや線路は残存している。駅舎後にログハウス風の事務所が置かれ、当駅跡から変形駅方、高広の滝付近へ、約 5km の線路が再利用され、 エンジン付き保線用起動自転車の運転体験ができる。施設内には国鉄583系電車の中間車両が置かれている。また、廃駅となった佐市東駅の貨車駅舎が2006年7月3日に移動されて設置されている。沿線に残存している保線小屋が資材置き場に転用されている。また、旧駅前広場部分には 蒸気機関車の車輪のモニュメント付きの石碑、三行線記念碑が混流されている。2000年時点では、北見餌市方へも、北体 0.1km ほどの線路が残存していたが、2010年時点では、駅跡の北側までで終わっていた。路盤は2010年時点でもさらに北に続いている。ありがとうございます。